どうも皆さん、聞こえますでしょうか。僕です。よろしくお願いします。今日はね、9月12日になるんですね。なんと9月12日はクイズの日らしいです。ご存知でしたか？なので今日はクイズをね、やっていけたらなと思ってる次第でございます。こんにちは。広告が流れた？嘘。あ、ごめん、切る。ちょっと待って。あ、わり。あ、広告までつい流しちまったよ。ははは、ごめん。切った。ごめん。広告流れたらしい。9月、21日になってる？嘘。ほんとや、9月12日。アホや。全部間違えとる。いやさ、部屋のさ、今日さ、ペットボトルが散乱したやんか。だからさ、片付けてたんやって。そして、風呂上がりで汗かきながら枠取ったらさ、アホなんやって、俺。脳が溶けてる。今変えました。間違えすぎやな。9月12日がクイズの日な。そうなんですよ。いや、わざとちゃうね。本当にアホやね。なんでこの時間から配信するんですか？昼間はスプラトゥーンが。あ、すいません。ちょっとごめん。200Lさん、ありがとうございます。嘘。俺 L 切ったよな、今。L 切ったと思うんやけど。切れてるよね。切れてる？ちょ、更新しよう。いや、本当にわざとちゃうね。切れてる。あ、じゃああれや、最初に枠見てた人だけあれなんだ、つけれるって感じだったんで。じゃあマジでわざとちゃうね。すいません、ありがとうございます。いや、ちゃうね、本当に。わざとちゃう。信じろよ。誰を信じる、お前ら。この世で一人しか信じれる人間がおらんとしたら誰を信じるよ。なんや、こじきクイズで誰よ。そやろ。ちょっと待って、ごめん。すいません、ありがとうございます。200Lさんもありがとうございます。すいません、ちょっとそんなつもりじゃ本当になかったんです。そうなんよ。神かお母さんかお父さんかお兄ちゃんか僕でしょ。そうなってんのよ、世の中。そうそうそう。スプラやりなよ。でもやんねえよ。指がさ、水ぶくれができちゃってさ、タコになっちゃったの、人差し指が。そうそう。ってことでしょ。大江のは誰も信じてないだろうって。信じることに疲れた。どうせ裏切られるだけだから。ゲームでタコなるんだ。俺よくなるよ。夏場とかずっと同じゲームやっててさ、指があって水ぶくれなんの。最近あんまねえけどな。久々になったな。ミーハヤやるの？なんでミーハヤやと思った？ミーハヤも用意してあるけど。アビスの続きやってくれよって。あれ YouTuber がやってるやん。それを楽しみに見ようや。明日忍耐がある。へえ。何の忍耐があんの？忍耐ってなんや？何のためのクイズの日なんだよ。タイトル直した。ミーハヤ枠じゃないんですか？ミーハヤだと思った。ミーハヤ、まあやりますか。じゃあなんだろうな、忍耐で。今からどうせポケモンでしょ言うて。もうだってスプラ出ちゃったし。きたーって。こじきクイズ、ブレワイか。ミンハヤアップデしてからやんなくなった。なんかそうやって聞くやんか。別にクイズゲームとしてはちゃんと機能してんのにな。ということで、日付が変わらないうちにミンハヤやりますか。あと10分で終わるらしいし。レイトンの新作出してほしいでレベル5に言ってくれ。俺に言われてもわかんねえよ。なんかでも萌えに媚びを売らんとな。ミンハヤもやってきゃんらしいんやって。なのでこうしてと、こうして、みんなで早押しクイズと。まあ一応用意はしてあったんやけどよ。みんなで早押しクイズと。でタグ変更するときに広告をつけないように気をつけてと。オッケー。じゃあ至ってきますか。こちらのみんなで早押しクイズ、本日実況プレイできたらと思います。じゃん。つけ忘れてねえよ。ありがとうございました。あ、なんかアップデートしろって言われちゃった。この画面で言われんにゃ。ちょっとアップデートしてくるわ。今更新中。更新が完了したら始めれると。何この萌えゲーって。みんなで早押しクイズっていうな、萌えゲー。広告見たかった。今日の広告どんなんやった？通知2段階でエールオンやってるねって。やってないんですよ本当に。新しいな、みんなで早押しクイズってやらないから。新しい枠で取ったらこうなっちゃったんですよね。そうなんです。これ、ゲーム音出てる？ゲーム音出てなくね？あ、出てる。よしよしよし。オープニングの画面は音出ねえんだ。そうです。言い訳です。
ゲーム音いりますかって、あ、そうや、 BGM 切ってんだ、効果音だけで。昔のシンプルなのが良かったのにって。でもなんかこうやって萌えに対応したらもうやってきやんねやって運営が気づいちゃったのよ。おい、なんかこの新しいキャラ楓ちゃんってガチャ引きあんのかな。まあ、とりあえずランダムマッチでも行きましょうよ。クイズの日があと9分しかねえから。ユーザー増えてるかどうかわかんねえ。増えてねえんじゃねえ。さあ、じゃじゃん。サッカーワールドカップの主催団体、国際サッカー連盟はアルファベットで WCA3。 何だったんだろう。ラテン語の各字、各示す、エトセトラ、違う、 QED。 よし、あれなんて書いてあるんや、各示されたのとこ。神剣政治の占いのために用いられた土地とも呼ばれる20世紀初頭の、はははははギリシャ文字、くさび文字、何、甲骨文字、甲骨、知らねえ。東京以外で大相撲の本場所が行われる3つは福岡。やったー、大阪、名古屋、福岡でしょ。ハーモニー、リズムとは何のことでしょう。は？音階？音域？メロディー？はぁ。林誠一が手掛けた。ペコちゃんや。あ、小梅や、小梅。よーし。まあ当然ですよね。多くの劇場があることからミュージカルの代名詞にもなっているニューヨークマンハッタン南北に貫く大通りはどこでしょう。ウィーン。中野ブロードウェイのことね。知らなかったわ。鹿の韻の踏み方のうち、パス。どういうことこれ。何こいつ、雑魚狩りしてんじゃねえよ。何や、党員って。2007年に気象庁が制定した用語である1日の最高気温が猛暑日。イエース。さあ並んだぜ。姫、先島、台湾などの種類がいるハブ。イエース。なんか2位やったわ。え、どう？クイズの日。高行賢いんじゃねえの？お前らわかる？知識で俺に勝てるやつかかってこいよ。問題難しい。知らなーいって。ちょ、ランダムマッチや。一個もわからん。やっぱ俺って賢いんやな。もう13日だよって。へー。9月13日か。何このプリキュア。あと5分ってよ、クイズの日。1895年の三国干渉で日本、これドイツわからんのかよこいつ。慣用句で確実であることを保証するときにこれを押す、印鑑、太鼓、太鼓版や。よし。うんうんうん。東京の老舗大衆酒場もつ焼き番が発祥されてるよ。甘酸っぱいレモンチューハイ。え、レモン汁、レモンサワー。酒わかんねえんだよ。メガネフレームの生産、福井県の市はどこでしょう。メガネ市じゃなかったっけ、確か。福井のメガネ市がメガネいっぱい作ってるみたいな。サバエ。思いがけない出来事のことを晴れた日に起こる雷を指すことで、晴天の雷。金。
いや、わかんない。霹靂？ベタ。よーし。きたー。音楽番組ミュージックブラッドの MC 千葉雄大と共に務めているドラマあなたの番ですの手塚翔太役やおっさんずラブシリーズの、あいつ何だったっけな、うわ名前出てこやん、田中圭やな。お前らめっちゃ分かってるやん。ズバリ最高裁判所は全国に何箇所あるでしょう。4箇所。うん。1箇所しかないらしい。大きく鉄石、石鉄、隕石。よーし。山崎の戦いでここを制したかどうかの決め手となったその名は、山頂？いや言うてる意味が分かんない。俺582年生まれてねえし。大阪府。え？大阪府やろ？は？府中と、は？府中市って何？大阪じゃねえの？どういうことだ？レッドゾーン。え、今の問題意味わかんない。東京って東京都府やっけ？東京都じゃなかった？主力商品によ、野菜生活。カゴメ。よし。あのな、クリスマスやからな、オーロラが見える寒いとこでな、な、どこやっけな。あ、違うや、オーストラリアなんや。へえ。15問。その名はギリシャ語で色を表す言葉に由来する原子番号2乗の原子 CR、クレイジーラクーン。カリウム、うん、失格になったわ。クローム？はあ、じゃあ何だっけ、ドクターストーンの元ネタってこと？全然わかんねえこれ。バウンディ、踊り子、ナポリ、不可抗力。不可抗力の抗力で字間違えてる。バウンディバカだな。漢字分かってへんやん。やっぱ音楽やる人ってそういう常識ないんかな。そういうもんやぞって。なんでなあ、間違いで出しちゃってよ世の中に。いいんか。さあ行くぞ。98年、長野。船木ー。ロゴにある大きなオレンジの丸、お盆。は？好きや。違う、松屋や。え？赤、青、黄って松屋か。え？オレンジ、黄、あ、松屋。え？え？何？手のひらを太陽にの作詞者で絵本アンパンマンで、え、何？手のひらを太陽に透かしてみればのこと？ブーケ、あ、もうちょ、ブーケ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 。ポルトガル語ではベルメレリオ、口紅、紅、あ、アム、え、ル、ル、え、わ、わ、わ、え、何？赤？読めない。ひまわりや。ほら。アジサイと間違えてるやつおる。クイズの日終わったらしい。気が小さく非常に臆病なことを。え？あのみ。てかこいつら早くね？
おもんねえ。何がクイズの日じゃ、勝手にやっとるよこいつら一人で。一生壁に向かって一人でクイズ番組でも見とけっちゅうの、東大王とか見ながら、まあまあやなとか周りの人間バカにして、あれ答えやんやつおらんとか言いながら、そうやって過ごしていけばええわ。世の中にいろんな人間がおるってね。お前のそのあっさい千枚知識だけで生きてたらええと思う、これから。フリーマッチはなんかないの？こんなんお前ら現代人がやってるさ問題なんかわかんねえよ俺。中学地理総合。地理って言えば僕がもう高校の頃単位落としてるレベルですからね。やっていきたいと思います。覚えねえよな地理とか。三重県より右に東京があって左に大阪がある、それだけで十分じゃない？よし、おい厨房どもケチらしたるわ。35歳です。暗い。行こう、よろしくお願いします。ちょ始めてくれ、なんかフォロー通知やめろお前ら。よし、おかしい、俺が負けるわけがないんや。お前らより歩いた距離が圧倒的に少ないけども、与那国、沖縄、え、な、何言ってんだこれ、は、どういうこと、え、は、ちょ、あの、え、なんかボタン押せやんねやけど、え、あ、季節か、夏や、南半球やから逆やもん。反射神経勝負になってる今。お前ら考えて押さなきゃダメ。メキシコなどから、全然わからん。なんか言うよな、メキシコに、アメリカにか、ヒスパニックや。ほんまや。え、なんでお前らわかんのこれ。わかんないよ。意味がわからん。あ？黒潮？え？黒潮って聞いたことあるぞ。なんか2つ寒いのと2つ暖かいのがあんのか。中学生がこんなんやる？中学生でアメリカの話とかする？アルプスじゃねえぞ。やるっけ？誰？アンデス山脈って。ちょっ、洪水量誰？中央コーチって。え、意味がわからん。やらんやろ中学生こんなだ、出てこやんもんこんな。正解だけ見ていこう。日本海、あ、なあ、ちょ、問題が悪いわ。中学生って思んねんやな。
トンボのメガネの歌詞で夕焼け雲を飛んだからと歌われているのは何メガネでしょう。トンボのメガネ、赤いお空、赤メガネ、赤色メガネ。よーし。アダムのリンゴ、白い奇跡、老人形の館。待てよ、デーモンかか、ふわー、メリークリスマス、世紀末2や、世紀末2や。よーし。日本では SOMPO 美術館が、ひまわり。たい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 。よーし。2、3フィーバー、ぷよぷよ。よーし。お、あと1問です。勝ちや。2000年にグリーンデイラヘッドライナーとして第1回開催されたサマーソニック。イエーイ。強すぎてお面。よーし。急にどうしたって未来予知使ってます今。まあ実はこれやったらこうなるんですよね。なんかメロンソーダのみてえな今。ちいかわクイズとかないの。俺チリ苦手らしいわ。地球に必要ないもんな、チリとか。三重県だけ分かればそれだけでええし。じゃじゃん、得意科目は算数。焼き芋アイス、たい焼きアイス、あずきバー。アンデイコない。井村屋や。もうわかんねえ、パス。さつま揚げって鹿児島の食い物なんだ。スイスやオーストリア、トルクメニューでも見え分からんのに分かるわけねえやんな。ポツダム宣言。ひ、何これ、衛生中立。立ち食いそば屋では高く、高級料亭では低くなる傾向にある。1日に回転率。イエーイ。七夕の日に願い事を書いて飾る短冊。あー、まずい、押せてなく。見識の深さ。お辞儀。挨拶。やった、挨拶や。はあ。ことわざで辛抱がいつか成功、石の上にも3年。3年は、この理論、石の上にも3年理論は俺はどうかと思うけどな。その名はイタリア語でカプリ豆腐を意味する。スライスしたトマト、モッツァレラチーズ、バジル、オレガノをあしらえた。わかんないっす。何カプレーゼって。やばい、リーチかけてやがる。ちょ、わかんない。トゥワイス。ちくしょー。なあ、興味ねえよ。なんで日本で韓国の話しやなあかんねん。日本の話でええやん。なんで TWICE が人気なん。うん、可愛いからだよ。で、そういうもんか。知らねえ。
死者も。中国の詩人。幻想郷、桃源郷や。よーし。ふぅ。2PM TWICE NiziU などの韓国の芸能プロダクションは何エンターテイメント？ソニーエンターテイメント。知らねえよ。これ答えれたら売国奴になっちまわんか俺。 JYP。 へえ。アイドルグループ嵐が歌った Wish You Love 花より団子。街に愛の歌。ルイス・キャロル小説不思議の国のアリスに登場するイカレウサギ。違う、チシャネコや。チシャニコ。よし。ふぅ。お、50点いいぞ。茶碗蒸しなどにも使われる銀杏は何の木？イチョウ。よーし。男もするだ、え、なにこれ、機関雪土佐日記。なこれ何こいつ頭おかしいやん。なんでおから始まってんの。トミーフェブラリー。あれトミーフェブラリーじゃねえの。は、風船がも。カレンダー。あー負けた。3位だ。え、てか難しすぎない問題。風船ガム、トミーフェブラリー、あれわけわからん。うなぎクイズ行こう。うなぎ食べたよ、美味しかったよ。しょうもねえ。でかそう。なんちゅう罠を仕掛けてんにゃ。次の漢字のうちうなぎと読むのはどれでしょう。1はアジ、2はキス、4はハモ。ああそうや、ハモや。2はキスなんや。次のうち体内で発電することが可能な電気うなぎ。4、電気うなぎ。次のうち昔の日本国内のうなぎのさばき方の説明として正しいものはどれでしょう。腹開き、背開き。背開き違うんか。地域によって違うんか。関西では腹開き、関東では背開き。へえ。存在しないうなぎ。アメリカうなぎ、ロシアうなぎ、ヨーロッパうなぎ、オーストラリアうなぎ。ロシア、いやロシア、ロシア。やったー。うなぎ。よーし。アンパンにはあんが入ってる。次のうちうなぎの稚魚の総称はどれでしょう。ミニうなぎ、シラスうなぎ、メダカうなぎ、チリメンうなぎ、シラスうなぎ。よーし。
お、うなぎ詳しいやろ。次のうちうな丼とうな重で異なる点はどこでしょう。うなぎとご飯の比率、うなぎの調理方法、タレ、器、これね、4です。俺聞いたもん。店員さんに聞いた。次の食べ物のうちイギリスに実際にあるものはどれでしょう。イギリスやでムース。違うか。ケーキか。ゼリー。日本やろ。違うの？中国？なんか海外の人うなぎ食わなさそう。中国か、そうか。まずい。次の人物のうち過去にお母さんがうなぎ食べれやんから俺一人で食ってきたな、はははと発言しニートでありながらうなぎを食べていることが判明した配信者は誰でしょう。もこ、加藤純一、ふとんちゃん、大江の高行き。やったー。けど順位は11位やったわ。キズナアイです。やらせやったか。難しいな。うなぎのように釣れたねで、うなぎは釣るもんじゃないけど。そういえば今三重県で黄色のうなぎ、バナナうなぎってのが流行ってるらしいな。これちょっとパスなんですけど、なんか子供が何ちゅうの、溝で発見したうなぎが全身が真っ黄色やったんで、それでバナナうなぎとして今伊勢の水族館かで飾ってるという。電子オルガン D1 ステージやエレクトーンか。この前ニュースで見たわ。最高峰は4401。あのさ、海外の問題出すのやめてくれやん、日本語で。ロッキー山脈聞いたことあるぞ。アクセサリーのペンダントの中でチャームの部分がロケット。よし、さっきのロッキーがヒントになったな。漢字ではひょうたん、ひょうたん、海坊主。違うか。ぬらりひょん、孫か。正式名称を橋島という。1960年には世界一の人口密度、インド島？インド諸島。インド？は？何軍艦島って。ファッション雑誌アンハンの徹子の部屋、黒柳徹子。アンアンって黒柳徹子がつけた。へえ。知らなんだ。絶体絶命の窮地のネズミ窮鼠猫を噛むや。紛らわしい両方ねえから始まりやがって、わかりづらいんやわ。くっそーん。キューソ猫かも、惜しい。もうちょいやったな。このアプリやめよう。でもクイズ楽しいよ。ちょ、レベルが高え。不思議な雨。
し。ちょ、こいつ先持ったやろ。2015年の映画トイレのピエタ。藤原野田クリスタル。暴れん坊将軍。近く水戸黄門か。わかりまへんて。2枚の折り紙をそれぞれ Z 型に折り重ね、 Z、 あ、手裏剣。よし。本当にいいものは状態が少し悪くなったとしてもそれなりの価値を保つということはある。魚で用いた腐っても鯛。ことわざはね、アンドロイド。よし。無数の銃撃を浴びて蜂の巣。よし。得手不手がはっきりしてるやろ。作用点。よっしゃー。優勝だー。ふふ。あ、これ絆ポイントが増えてんのか。絆さんが優勝したんじゃなくて。俺水は水。え、ちょっと待って、あれ飲み物がない？俺飲んでなかったっけ？あれ？ちょっと待て。え、飲み物ない？なんで？飲み物、あ、机の上に置いてあったわ。すいません、置いてありました。ありました。よし。いや、部屋片付けたのに。ふう。心配かけて、おめん。またおる。スナイプちゃうか？フィリピン。なわけねえ。中国か。大体何割以上消費してるとか占めてんのは中国に決まってんやで。じゃがいも。わからないですね。織田裕二が、は、野球や、そう、完封試合、ノーヒットノーラン、知らねえよ。野球オタクか。うちメキシコの人なの。メキシコのまず都市を一個も知らん。メキシコシティなんてわかりやすいんや。そりゃそこやろな、メキシコの人は。知らんわ。母なる大地の懐に第一三章は。知らねえ、そんな曲。
うん、知らないわ。え、わかんねえ。なんか学校では歌を歌ってはいけませんって決まりがあるやん、三重では。君が歌う流れになるとあかんでって、歌ってはいけません。は？熱帯低気圧を台風って呼ぶ？台風って呼べよ。岡山。よーし。県庁が記事やで。は、え？魚の筋肉？わかんねえ。花。よし。画面に？は？かつて？福岡って何？国名があったん？え？どういうこと？え？福岡って日本じゃなかったん？え？筑前に？筑前っていう地域なん？筑前って国？え、知らねえ。何これ？国名？母親を巨人に食べられる主人公エレンが巨人への復讐を決意したところから進撃の巨人。タラタタタタタラタタ。ハッハタタタタ。ハッハタタタタ。ハッハタタタタタ。生まれた花の名前も知らずに。難しい。第一問、別名を織豊時代、安土桃山時代。よかった、時代しか答えれやんだ。武将の名前いっぺんに一生全体分からんけど、織田信長が安土桃山なんは知ってる。金太郎。よーし。プレスマット。マット、え、わかんない。ランチマット、ランチョ、ランチ、ランチョ、え、チョン。海扇。二枚以外。真珠。珊瑚、珊、え、わかんねえ。ホタテ。海センスって、海扇。知らん。大谷翔平って岩手県なんや。メジャーリーガーって野球か。花巻東高校。へえ。は？海苔を使った揚げ物ってなんつうんだ？わかんねえ。え？磯辺揚げってあれ海苔なんか？緑の物体。湿原？は？湿原って何？俺？釧路湿原。漫画のタイトルで、お、信長のシェフは知ってる。じゃあわかんねえよ、むずいよバカ。むずすぎない？ドンファンクイズ。
ちょっと、マイナーすぎやん、いくらなんでも。これ絶対トラップやろ。ドンファンクイズがあるわけなくね？お前ら知ってる？ポケモンのドンファンって。ドンファンクイズなくね？ドンファンってやんくない？ドンファンは何タイプ？地面タイプ。ドンファンの進化前ゴマ像。ポケモンよ。うん、引っ掛け問題か。次のうちドンファンの高さと重さの組み合わせとして正しいもの。 1.3 メートルぐらいじゃなかったっけ。あれ 0.9 メートル4やと思う。よし、100何歩やったんや。100じゃなくて100より重、130やったかなと思ってたもん。ドンファンの夢特性は砂隠れですが、通常特性は、頑丈。うん、ドンファンで大会優勝してるんで僕。穴埋め問題。鼻が長くて大きいほど群れの中でのランクが高い。鼻が伸びるのには時間がかかる。鼻やろ。え？牙か。メスは短いのな。ドンファンはね、氷の牙覚えません。氷のつぶては使えるんやけど、氷の牙は覚えやんの。炎の牙、雷の牙は覚えんねん。ただ氷技は氷のつぶて使うしかないのよ。わかるよ。違う。90から始まるやつ。120、90、120、120、3、60、60、50、そう。いや、育ててたんで僕。次のうちドンファンが登場しないソフトはどれでしょう。どれや。ダイパって出てなくね。あ、2か。ドンファンは98年公開、ミュウツーの逆襲に出演していましたが、その際にドンファンは、レイモンド。うん、あいつレイモンド。ポケモン言えるかなーとか言ってポケモン出してくるの。手持ちに入れながら実況者大会で優勝した経験を持つ大江の高之。手のひらか、俺は。ふう。さあ次だ。第1問。日本の女性グループとして初めて国立競技場で単独ライブを送った。4人組？あ、桃色クローバーのことこれ。ピンクレディとかその辺ばかり考えてた。知らねえって。4人組？佐藤。よし。佐藤ってほとんど見たことねえわ。は？マフィア？
佐藤さんって、あ、マフィアやったんや。佐藤さんって多いらしいけど、三重県で佐藤さんってあんまおらんよな。だから見たことねえ。転校生でしか見たことねえわ。ち、待って、もう一回問題文読ませて。ん？意味がわからん。ダンボール？銀玉や。坂田銀時。やった。ふぅ。おいー2位か。やった絆ランクが上がりそう。ちょ、これいつになったらランク上がんの。 B 行くぞ。1対1のがいい。俺は俺でだから俺なんだという口癖を持ち、ほうれん草ポパイ。俺は俺でだから俺なんだって言うんや。まあ、とりあえずほうれん草を食べると腕力が上がるのはポパイ。から拭き。よし。うろこ編？りんぷん。よし。一旦人を嫌いになるとその人に関わりのあるもの全てが嫌いになってしまうといった意味のことわざを。坊主憎けりゃ何まで憎い、寺まで憎いか。仏？なんだっけさって。フランス料理のアスピックに相当する煮詰めた魚介類などのその出汁とともに冷やした。わかんねえ。ニコゴリ。ルモルドによって完成された地図帳。は？ゲラルドゥス・メルカトル。カルタ、日本、ポルトガル語、ヨーロッパにあるエストニア、ヨーロッパにある国が分かんない。何三国？意味が分からん。え？なんでお前ら分かんの？バルト三国？小泉純一郎。よし。ふう。その社名は創業者が湯川秀樹と知り合いであったことに由来する主な CM に VC3000 のど飴のベル。やったー。送りバント、犠牲バント。セーフティーバント。トラ。ラスト。はあ、内閣総理大臣。
あ、そう。ジャブ。もう負けた。もうクソー、タイマーにしよう。弱い敵引きは勝ってるからや。内閣総理大臣って、え、そういう概念？読めない。いや、わかんない。花？中田つ、え、オリエンタルラジオ。あっちゃん、いつものやったげて、おう、聞きたいか、俺の武勇伝、武勇伝、でん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 、レッツゴー。福袋や。花札の10月鹿。カメレオン。ギリシャ語で小さなライオンっていうの、カメレオン。全然違うやん、ジャンル。え？グッドデザイン。お箱。18番だ。リーツ。センター。センターコート。違うか。円やでか。なんか変な落ちてるな。数学などで最小値を意味する min とは何という英語で英単語の略でしょうか。ミニマム。へえ。現在の携帯のものは成人式やん。ちょ待てお前、音消したわざと。バグってるっぽい。え、間違えたんこいつ。やったー、勝った。絆ランクアップ。お、何が変わったんかわからんけど足が、え、いつもヘッドホンしてるのはなぜって。音楽を聴いたり早押し問題を聞いてイメトレしてるの。やった、新しいボイスも追加された。ちょ、再起動と。あ、変な音してる。別に映っても大丈夫やろ。してるな。ちょ、ノックス壊れちゃった。じゃあクイズの日も終わったし雑談にするかって。そんな感じで。いやー楽しかった。ふう、いやー楽しかったな。なかなか久々のクイズは。いかがだったでしょうか。次枠はって、次枠はねえけどよ。通知じゃ、ごめん、通知飛ばしてしまったみたいや。みんな申し訳ない。また通知来ちゃった。また送っちゃった。おめんおめん。うんうん。義務クイズだったよ。でもまあ久々にやったら楽しかったな。
てかスプラトゥーンやってねえのにこのスプラトゥーンランキングはいつまで出てんねや。こう表記されんのやめてくれ。これこれな、これやめてほしい。いつまで俺は2位って言われやなあかんねや。これさ、あと7日あるらしいんやって。ずっと2位やんこのまんまじゃ。え、ミンハヤ楽しくない？俺クイズ番組とか見んの好きやで。麻雀やろうよー。うん、銀メダリストだねって。まあいいじゃないの銀メダル。でもお前ら銀メダルとか取ったことある？人生で。たまにやると楽しいよな。ありやね。うんうん、1回だけって。本当に？ホンバビー？ヒーローモードいつやんねん。スプラトゥーン4が発売する時にやるって。相撲の大会で銅メダル取ったよ。すごいな。お前普通にすごいぞそれ。